森田さんは無口は、佐野大による日本の4コマ漫画作品。後に、アニメ化もされた。漫画ライフ2007年3月号に掲載。次に、漫画ライフもも2007年7月号に掲載された。後、同志において2007年10月号から2019年1月号まで、連載。同志の休館に伴い、漫画ライフオリジナルに移籍して、2019年2月号から、 連載中。また、漫画クラブにおいても2009年3月号より2020年5月号まで並行して連載された。漫画ライフもも版と漫画クラブ版では登場人物が一部異なり、前者では牧先生が、後者ではメガネ娘が登場しない。なお、漁師以外の系列誌へのゲスト掲載時には共に登場する場合もある。 漫画ライフ各月間増刊号、漫画ライフストーリアにも、毎号、ストーリー形式のエピソードが掲載されている。2010年4月には、漫画ライフセレクションに特集が組まれた。漫画クラブ2016年5月号では、本作第11巻の単行本の発売を記念して、特別企画、鳥海古4コマ、新戦時明、ら、佐野耐が掲載された。 新戦時明が本作を描き、佐野が打天使の事情を描くといった内容となっている。単行本の第3巻及び第5巻の限定版にはアニメ DVD が付属したほか、2011年3月には OVA 化もされた。そして2011年7月から12月まで5分枠のショートアニメとしてテレビアニメが放送された。 アニメ版はいずれも制作委員会方式ではなく、竹書房の完全自社制作となっている。他人より優しすぎ、また考えすぎで無口になってしまう女子高生、森田真由。時に周囲に誤解を与えながらも、楽しく学園生活を送る。2011年3月25日発売の OVA。本編、約24分。CD も同日発売。スタッフ主題歌。 森田さんは無口。のタイトルで、2011年7月から9月まで、テレビ埼玉、KBS 京都、ニコニコチャンネルにて放送された5分枠の短編アニメ、全13話。2011年10月より、第2期、森田さんは無口。ににタイトルを変えて継続する形で、第1期と同じつぼねで放送された。ニコニコチャンネルにおいては、第1話のみ、無料配信。 第2話以降は配信開始より1週間は無料以降は有料。毎回の放送の最後に漫画クラブオリジナルで連載中の4コマ漫画、イ犬、コさんに登場するキャラクター、イ犬、コさんによる宣伝コーナー、イ犬、コさん情報コーナーが約30秒間放映。2011年9月24日には AG 学園や2分での特集で 第3話が放送されており、本作を放送していない TBK でも見ることができた。スタッフ主題歌かクワリスト放送局オーディ2012年1月27日発売の原作第5巻特装版に、収録のテレビ未放送オーディ、森田さんは無口に関するカテゴリー、ありがとうございます。